レスポンスね、いいよ、いい感じだよ。あの俺がなんて言ったら、イエーって言ったら、イエーって言えばいいから、イエーでもあーでもなんでもいいんだよ。なんかこう来たらこう返すんだよね。OK? イエーイ、早いね、早いね、早いよ。あれまでイエーイ、いい感じだよ、ね、おー素晴らしい、 OK、グレート。さあさあさあ、ちょっと休もうよ。ちょっと休もうよ。疲れたよ俺。マジで。あのね、これね、やってる側以上で見てる人も疲れるらしいですね。Wait to the hell アンコールしてほしいって人誰もいないね。次は。ぜひみたいなね。さあ。疲れた。マジで。まああのね、楽しい時間ってのはあっという間過ぎちまうのでね。マジで？トリブハッピーは次の曲でラストなんですよ。マジで？だよね。だよね。でもまあ最後の話やな。まあその後は早くない？みたいのがあるともしかしたらやるかもしれないんだけど、まあ一応次の曲でラストなんで。でまあ次の曲はですね、まあこれもトリブハッピーの初期のメンバーからやっていた曲がブレイクアップザワード。もう本当に最初の方作った曲なんだけど、今これから送るのとはまるで違う曲のようにガラッと編曲されたんです。でその編曲をしたのも千春です。で俺がこういう感じのノリのこういう曲欲しいんだよねってあの、まあ、リクエストして、うーんって考えて次の時に持ってきたのが既存にあったその古い曲をアレンジしてこうしてみたいな、言うとすんげえいいじゃんみたいな感じになって、あの今もはやこっちの方がトリガーハッピーとしては定番になってるような曲です。まああの今になって考えてみるとね、そのドラムのフレーズとかノリとか、あすげえ千春が好きそうな感じだよねって、まあ俺も好きなんだけど、思いもあります。そんなわけでね、ラストナンバーも民族史に弾けたいと思います。よろしくイエーイ、はい。